筑紫薩夜朝は、飛鳥時代の豪族。名は、薩耶婆とも表記されている。姓は君。日本書紀の天智治と持統記に2度現れる。天智天皇10年11月10日の条には、対馬国次、検使を筑紫太宰府、こと、月政二日、社門道久、筑紫君薩耶婆、半島勝社は、布師首岩4人、従統覧曰く、東国詩人、各無双等600人、宗師佐沢孫等等1400人、総合2000人乗船、7隻、友泊を七島、井の曰く、今我が輩人戦数州、忽然至る彼、恐れ彼、先盛驚き、外車船。野見道旧東あずやや七珍来朝の井。持統天皇4年10月22日の条には、将軍邸筑紫国城陽軍人、大友部伯浅曰く、お天豊在十日足天皇7年、救いくだらの役、汝、為東軍見取り子。天明開別天皇3年、恥連不比、氷連老、筑紫君薩夜朝。湯気連元法寺、4人、思え翼総門東陣処刑、縁無老、憂い不能たち。尾瀬、白浅井長谷富等曰く、我欲とも難時間無基本長。縁無老、友不能さ。癌、あたい我が身移住移植。富等、伊白浅慶、特通天朝。南寺独縁大高い、お今30年確か。陳、可決尊長愛国、あたい己明中。古、玉物務大使、足絹5匹、綿10トン、布30反、稲1000束、水田4丁。その水田、及び、至り彦なり。綿山賊海域、も、明その項。以上の記述より、唐の日本侵攻計画を伝えるべく、急遽日本に帰国したことが語られている。筑紫君という氏姓からすると、景泰天皇21年に、大和政権に反逆した。筑紫君磐井の系譜を引いていると想定される。磐井の墓は、筑後国吾妻郡の岩戸山古墳であるところから、薩、夜朝もこの地域を本拠地とする国の宮津湖であった可能性が高く、城陽郡の大友部伯浅と主従関係にあったことが推測される、と、鬼頭清明は述べている。ありがとうございます。